意志を継ぐものは、なんか、二つ名みたいになり始めた。城から進むね、ちょっと。勇者君は精霊ルビスの力を借りて、精霊ルビスの力を借りるのはもっと前です。そこに行く前に、精霊ルビスの力を借りる塔があるんですけど、ルビスの塔ってあるのがあるんですけど、ちょっと、なんで今戻ったんですか？ゾウマの城行って、ちょっとルビスの力の手に戻ったんですか？ゾウマの城来たわ。背景にゾウマの城を携えて、舞踏家で出陣いたします。いや、まあね、どうだろう。まだ大魔王ゾウマって感じじゃないから、ゾウマの城の雑魚敵かなって思ってるんですよ。はい。まあ、ゾウマの城の雑魚敵を上げていくとそこそこキリがないんですけど、まあ、この辺りで行きたいと思います。サイコロちゃんとオーシャンクルーでございますね。はい。地味に初登場。今回のレジェンドクエスト3では。まあ、全然3関係ない。どっちも8。なんか、BGM が不穏です。おー ちょっと待てや。ちょっと、なんか急にコンパチみたい。急に雑みたいになってる。急に雑なってる。キングヒドラさんじゃないですか。ちょっと待て、まさかの刺さったぞ。おい。ゾウマの雑魚敵読みがまさかの竜目つけ刺さっちゃったじゃねえか。どうしてくれるんだよ。まさか刺さると思わなかった。娘の6連撃。来た、キングヒドラじゃん。あ、この子ってキングヒドラ、ピンクなんだね。なんかもっと紫の印象あるわ。燃え盛る火炎。さあ、キングヒドラですね。オルテガのね、まあ、仇と言っても過言ではないね。燃え盛る火炎、かっこいいな、おい。かっこいいな。何そのモーション、かっこよすぎ。てか、くっちゃくらオーシャンクローが弱いんだ。いくぞ。あ、いない、すぐオーシャンクロー。まだここに気がないよ。どうか、ここ気がないんだよ。いやー、そうか、さっきヤマタロウチ出てきたもんな。急にコンパチみたいになっちゃったけど。 ねえ、スキャバトではね、あ、スキャバト？バトルスキャナーかな。皆さんね、バトルスキャナーの時代にね、めちゃくちゃお世話になったと思うんですよ、キングヒドラ。私もお世話になりました。ね、ゴレン・ユーズランっていう噂がね、めちゃくちゃ強かったんですよ。え、避けんの？君、その図体で？ なんで避けんの？お前、嘘でしょ？君、避ける図体なの？しかも、結構素早さ早いのな、お前。お前、結構素早さ早いのか？こっちも避けろよ。舞踏家にしみそろ。こっちも避けれるぞ。オーシャンクローも舞踏家も避けれるやろ。まだ一発耐えるかな？まだ一発。まだ一発耐えれる。大丈夫。いけ、いいよ。オッケー、風効くんだ。あ、風効くんだ。へえ、これありだね。さあ、ここで氷のランプを当てていく。オーシャンクローナイス。よし、大丈夫だ、大丈夫だ。この前に夢スキャンで稼ぐからね。で、サイクロンで弱点取ってオーシャンクロー決めて、終わり。お、見えた。勝ち筋が見えてる。た、ここで竜滅剣を与えるよ。まさか刺さると思わなかった。オッケー、滅殺。はい、よいしょ。あ、結構投げ硬い。ダメだ、打撃硬い。あ、ダメだ。この、待って、きつい、きつい、きつい。ダメだ。393は無理だ、オーシャンクロージャー。ウルゾン、ダメだ。ここ耐えるしかないか。ダメだ。オーシャンクロージャー、ダメだ。フレアバイト。何、かっこいい。技が、炎、ちょっと待って、これきついって、死ぬんじゃないの？邪悪の波動、波動なんや。波動飛ばしてきてるやん。やべえ、俺波動の勇者になろうかな、じゃあ。ゾウマの城。なんか前回もさっき、なんか敵の居城でさ、暴れてばっかだね。魔王バランスと執念が襲いかかる。ああ。なんとしてもゾンビとなったバロモスを倒し、大魔王ゾウマの手がく。でも、じゃあバラモスゾンビ？敵は。あ、そうか、ドラゴンゾンビの色違いであり得るか。想像としては、バラモス、なんとしてもゾンビとなったバラモスと、ゾンビって言ってくれてますんで、やっぱり城詰めです。悪霊退散します。はい。はい。というわけで、まあ、多分、バラモスゾンビが3話から出てくるんじゃないかな。さっきのね、キングフラみたいに。ね、デッキエスカルゴンが出てくる。ね、ドラゴンの時もありましたんで、まあ、多分、それもあってもおかしくはない。はい。なので、それ読みでいきます。違うのいらない？
あ、なんか違う。な、え、お、うん、な、ちょっと待ってくれ。なに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 、なになになに、え、ちょっと待って待って、バラモス、バラモス、え、うん、うん、うん、どっちが、どっちがどっち、どん、うん、どっちがどっちだこれ、なんだなんだなんだ、こっちがなんだ、こっちがバラモス、え、おい、え、あれ、うん、なんだなんだ、三体構成、なんか予想外してる三体構成らしい。ナイスガード。バラモスの入れ違い、邪悪の爪を打ってくる。はあ、あれ、おっと、ナイスドラゴン、それ、ナイス。オッケー、ナイス。え、なに、君誰、え、いてて、風、なんや、君誰やねん。え、君誰、俺知らんねんけど。おめえはマジで誰。あ、ちょっと待って、ちょっと、ここ来る最中に、ちょっと勇者の鎧手にいたんですよ。ちょっと見せますね。勇者の鎧どこかな、うん。あ、ひらめいたわ。あ、この下に埋まってるわ、勇者の。ほら、これ、ルトの鎧、やるよ。え、なんで、ところで君は誰、ちょっと待ってください。あなた誰ですか、ちょっと、佐々木さん誰それ佐々木さん誰それちょっと待って。いや、マジで一匹意味わかんない。ちょっと、一匹だけ意味わかんないんだけど。一つ言っていい？おめえは意味がわからない、その。佐々木さん誰それ、え、ちょっと待って、クロスクロー聞かないのちょっと、それ違うしもう。ダメだ、これ。ダメだ。ちょっとダメだ、これ。ちょっとダメだ、これ。気づこう！流れ変えて。誰か流れ変えてくれ。おお、もう、何、どっちがだ、どっちがゾンビで、どっちがブロス、これ。多分、どっちかがバラモスブロス、どっちかがバラモスゾンビなんだろうけど、どっちがどっちだ？あ、キスコか。あ、結構食らうね。へぇちょっとロトの鎧出すわ。ゾーマ様に、ちょっとロトの鎧捧げに来ましたね、ちょっと通してくれませんかね、バラモスたち。ちょっと待ってください。ロトの鎧差し出します。これがロトの鎧です。食らえ、はい、なんてよ、え、これ、待って、め、え、ヨナゾン使うの、お前がブロスかってことは。邪悪の爪を打ってきてるやつが、ゾンビか。ゾンビって確か通常攻撃ばっかだもんね。あ、お前がブロスか、紫の。で、佐々木さん誰それ。で、佐々木さん誰君。おめえだけはわからん。おめえは誰だ。マジでわからないやがいるんですけど、一匹。なんでドラゴンがいるんですかね。なぜお前が、おめえそこに気に入る人じゃないのか。とりあえずとどめ狙いしよっか。ワンチャン狙えるよ普通に。ここで悪霊退散、ドラゴンです、それそれドラゴン。いや、会心出してほしいな、勇気がたまるかな。テールアタック、おめえはマジのドラゴンじゃん、本当にお前ドラゴンなんだもん。避けてこうか。あ、食らうか。あー、ガードも避けもしないのか。いいよ、キスコ。よし、バラモスを見たい。オッケー、あまり効いていないぞ、と来てか。お前もヨナゾン使うのか。どっちがどっちだあれ、ゾンビは、バラモスゾンビって確かね、バラモスゾンビは通常攻撃しかしなくって、あれ、何よくわかんない。もう意味わかんない。どっちがブロス、お前ら。おめえらどっちどっちもヨナゾン使ったらもうそれはゾンビはいねえよ。さあ、ワンチャンこのターンに勇気ため、うん、これ勇気さえ貯めれば勝てるぞ、多分。空振りだ、ひらめいたわ。これロトの鎧あげる。よし、勝った。よし、勝った。よかった。ああ、もう意味わかんなかった。俺ね、これ終わったら調べるわ。おめえらどっちがどっちだよ。じゃあもう完全コンパチだろ。山田の字の感動返してくれや。なんやお前ら、その、おお突然の死。そして伝説。もうこれあれじゃん。もうこれ、そう、あるじゃん。もうこれそうじゃん。ついに姿を現した大魔王ゾーマ。すべてを滅ぼすゾーマとの決戦が始まる。あらゆる攻撃を向かす闇の衣を剥ぎ取るために君たちに勝利はない。
ということは、まあ、使っていいということですね、あれは。さあ、ラスト。ゾーマの城。やるしかないだろう。うん。いや、ちょっと待って。ちょっと考えるわ。今回適当すぎた。ごめん、不甲斐なかった。ちょっとごめん、不甲斐なかったわ。もうちょっと考えなかったね。HP が低すぎる。不甲斐なかった。ゾーマの性質とか考えて、こうなっちゃいました。ゾーマの性質的にこうなっちゃうよ。HP も補強したいし、呪文も無効化したいし、強キャラを使うのは許してくれ。来た、この神 BGM 必須で、12,500 のゾーマと今対峙しております。まずはこれだ。しかしまずはこれ。絶対これ。まずは闇の衣を剥ぎ取らなきゃ勝機はありません。こうするしかないでしょう。さあ、モンマスで挑みます。闇の衣を剥ぎ取った。どこまで減るのこれ。7000か。なるほどね。さあ、行きましょう。モンスターマスターで。ね、さっき、もう、初めのうちの、ゾーマ。初めのうちのね、ゾーマじゃね。最初のモンスターマスター、ちょっと不甲斐なかったっす、正直。HP が低くて。しっかり相手が分かってな、相手をしっかり対策すれば、絶対勝てる。うん。方程式できてるよ。モンスターマスターの方程式だよ。分かってる。モンスターマスターっていうのは勝利の方程式あんだよ。相手が分かってんなら、それに対策できるようにすればいいんだから。ハグに頼むぜ。ゾーマの技としては、全体呪文が多めなんですよ。全体攻撃呪文。メラゾーマ、マヘロ、ジゴスパークね。そのあたりを、まあ要は、はぐれメタルなら絶対食らうわけですよ。ただちょっと不安なのはこのエースケくんとバズズのが2体で2400を削り切られる未来が怖いんですよ。まあ自己スパークってくるのはね、まあこれ2体でぐんぐん食らう強くね。まだまだ戦況が読めません。やべ強くね。ちょっと待って。ん？ちょっと待って、きつくないですか？あれ？きつくない？ん？きつくない？え、ゾーマこんな強かったっけ？やべえ、でも待って。そうだよな。今までさ、指導とかもさ、重いのかめちゃくちゃ買ってたから、そう考えると確かにおかしくはないのか。めちゃくちゃ特殊な補正がかかって賢さがめっちゃ上がってる？その可能性は大いにあるのか。いや、どうだろう。溜める！やっべ、溜めようとしとる。こいつ溜めとるぞ。いや、怖っ！いや、一応多分、ゾーマの緊張感じゃないぞ、これ。めちゃくちゃ強い。エースケ君、頼むな！オッケー、ナイス！これ、光の弾！ここに光の弾使おうか。あと、だって800ぐらいだよ。あと800だよ、お前ら。あと3体で800いける。モンスターマスターの火力なら、あと3体で800はいけるだろう、さすがに。ただ、ちょっと怖いのがクソ外し。大丈夫だ。はぐれメタルは呪文効かない。おっ、しかも悪魔のツヤトーライス。ここで尺蔵だけを。バズズちゃん、バズズちゃん、ちょっと待ってくれよ。あ、よかった。あと500だぞ。2体で500だぞ。ヒッターだめ。命中率低い方選びやがったよ。オッケー。よしよしよし。大丈夫。エースケ君。自己スパーク、これ800枠、700枠らないでしょ。うわー、危ない。エースケくん、やだ。エースケくん、ここ当てなかったらお前負けそう。ここ負けた、ここ当てなかったら負けそう。うわー、危ない。やった、オーブが勇気で満ち溢れた。好きなカードを選んで。危ない。しっかりちゃんと SP を押して、ギガデインを押して、よかった。エースケ、よかった。危ない、怖い。ヒヤヒヤさせてくれやがって。めっちゃヒヤヒヤしたやん。もうヒヤヒヤさせるんだから、おめえ。いつもヒヤヒヤさせてくれんな、俺のゲームプレイってな。ナイト1も嘆きのボレもいらねえや。だってこれで勝てんだから、もう。あ、危なかったな、おい。一発クリアー、やったー。
よっしゃー、一発クリアでしょ、レジェンドクエストよかった、前回の資料と違って今回一発か。いやー、お前ら本当に今回喜んでいいよ。うん、バズってお前が外したときはどうしようかと思って、お前バズって初めて外れたときどうしようかと思って。いくつだろう最高評価。38。うん。8。8。1。これは？やったー！ S ランク！初見 S ランクはすごい！見て！初見 S ランクだよ。やったー！え？今までにない開花じゃない？これ初見 S ランク。やったー。いや、ってことは報酬3倍とも全部足りないじゃん。やった、ミイラ男とトロルキング、はあ、ヤマトノチください。ヤマトノチは、ヤマトノチはオルテガの息子の称号を得てた。俺はオルテガの息子じゃない。おー、山田文字場。はい、というわけで、ドラゴンクエスト3、レジェンドクエスト、初見一発で S ランク、行くことができました。やったね。正直めちゃくちゃ快挙じゃない？やっぱ、全滅すると1段階評価が下がるっていうことは、全滅しなかったからね。ギリギリ、ギリギリの勝負しかなかったけど。いや、印象としては、ヤマタノオロチ、やっぱり。で、佐々木さん。ドラゴンのことだけど。ドラゴン何回出んのって思っても、正直ドラゴン何回出たあいつ。めちゃくちゃ出てきたぞ、ドラゴン。で、まあね、最後ギリギリ、ギリギリのモンスターモンスターに、もう不甲斐なかったからね、まあ、初め不甲斐なかった。不甲斐なさすぎたから、それを取り返せたっていう感じですね。はい。はい、レジェンドクエスト無事にクリアすることができました。ね、また、レジェンド3体の方も動画にね、したいと思います。はい。次回からね、次回はこちらですね、多分。急に増えたな。はい、というわけで、今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。